陸上型イージスアショア計画が白紙となり、海上自衛隊にイージスシステム搭載艦建造計画が本格的に始動している。そんなか、防衛白書2023年度分に新たなイメージ図が公開されているのを知っていますか？今回は、このイージスシステム搭載艦、次期イージス艦建造計画イメージ図を詳しく見ていきます。収益するまで4年はかかりそうですよね。進水式は見に行きたいけどな。2023年7月末、今年度2023年度版の防衛省作成の防衛白書が日本政府から発表され、その中に、今、まさに、建造への着手が行われているイージスシステム搭載艦を紹介するイメージ図が描かれた点に注目が集まっている。そこには、曇天下と、おぼしき少し荒れた海上において、左舷側に少し傾斜した姿勢から、同艦に向かって飛翔してきているミサイルに対し、艦隊前方に設置された VLS、垂直発射艦から、迎撃用の対空ミサイルと、おぼしきもの一発を発射する艦艇が描かれている。また、それとは別に、同艦艇は、艦隊後部に設置された VLS、垂直発射艦からも、2発のミサイルを同時発射しているように見え、それらの目標が、防空用なのか対艦用なのかなどを具体的に判断することは困難なように見える。あくまで、これは、2隻の建造が予定されている、イージスシステム搭載艦の戦闘行動時の一場面を描いたイメージ図であり、これだけの描写から、同艦艇の装備や行動を、何らかの分析を行うことは現実的ではないのだろう。ただし、そこには、これまでに防衛省が公開してきた、イージスシステム搭載艦のイメージ図とは異なり、艦首部分には、一機の単装砲も描かれており、また、艦橋構造物付近にも、複数の段差が確認できるなど、少し情報が増えた感もある。今回の2023年分の防衛白書に載せられた、このイージスシステム搭載艦のイメージ図を確認した関係者からは、そのデザインをして、他国の水上戦闘艦との類似を指摘する声も、一部では聞かれる状況が発生している。そうした意見でまず指摘されたものの、一つに、今回のイメージ図を見る限り、それは、スペイン海軍が建造計画を進めている、新型のフリゲートボニファス級にデザインが類似しているとの見方がある。スペイン海軍が建造計画を進めている新型のフリゲートボニファス級は2021年4月に建造計画が結ばれた艦艇であり、2025年から2029年にかけて5隻の就役が予定されており、現行のアルバロデバ3級の発展型にあたる。ボニファス級は、満載排水量が6170トン、全長が 146.0 メートル、全幅が 18.6 メートル、喫水が 5.5 メートルの艦隊規模を持つ汎用的なフリゲートで、機関部にはコットラグ方式を採用、ガスタービンとモーターを各2機ずつ搭載する。この木の葉コットラグ方式の機関部によって、ボニファス級は最大で25ノットの速力を発揮、乗員数は、およそ150名と艦艇の規模からすれば、そこまで省力化が追求さされたフリゲートではない印象を受ける艦艇と言ってよいだろう。また、ボニファス級は、主兵装として、イタリア製のオートメラーラの64口径 127mm 単装砲を1機、マーク 41VLS、垂直発射艦を16セル、ハープーン艦対艦ミサイルの4連装発射筒2機等を装備する仕様となっている。こうした兵装面の仕様から見れば、ボニファス級は、艦隊の規模とも相まって、日本の海上自衛隊で言えば、最新鋭で、同じフリゲートに分類されるも、が身型に近い印象があり、
はるかに大型だと予想されるイージスシステム搭載艦とはデザイン面以外に共通点は少ないようにも感じられる。ただし、ボニファス級がイージスシステム搭載艦との類似を指摘された背景には、同艦がアメリカはロッキード・マーチン社製の AN-SPY-7 レーダーを搭載する点が大きいと思われ、後者もその搭載が有力視されているゆえだろう。もともと日本のイージスシステム搭載艦は2020年6月に急遽配備の中止が決定された陸上配備型のイージス BMD システムであるイージスアショアを代替する目的で建造が決定されたもので、それはエースパイス分レーダーを構成要素としていた。こののエースパイス分レーダーをイージスアショアの導入を中止することを理由にキャンセルした場合、多額の違約金の支払い義務が日本には生じてしまうため、その回避のために発注済みであった同レーダーをそのまま艦艇に流用する流れとされてきた。こうした理由でイージスシステム搭載艦は、もともとが陸上で使用することを前提としたエースパイス分レーダーをあえて艦艇搭載へと転用するために、艦隊がどうしても大型化せざるを得ないという説明が当社は支配的だった。しかし、同時スパイス分レーダーを搭載予定のボニファス級が満載排水量で6170トンのフリゲートに収められる仕様であることを踏まえれば、先のイージスシステム搭載艦の大型化が避けられないとされたロジックは不正確であったと言わざるを得ない。そして、今回の防衛白書に掲載されたそのイメージ図からイージスシステム搭載艦と類似していると指摘されているもう一つの艦艇が、オーストラリア海軍で現在運用中のイージス駆逐艦であるホバート級である。ホバート級はスペイン海軍のアルバロデバサン級をベースに建造され、オーストラリア海軍では2017年9月から2020年5月の間で3隻が就役を果たしており、同海軍の中では最新鋭の水上戦闘艦となっている。このホバート級は満載排水量が6350トン、全長が 146.7 メートル、全幅が 18.6 メートル、喫水が 7.2 メートルの艦隊規模を持ち、機関部には CODOG 方式を採用、ディーゼル機関とガスタービン機関を各2機ずつ搭載している。この機関部によって、ホバート級は最大で4万7千馬力以上の出力を得ており、最大速度は28ノット以上を確保し、海上自衛隊が保有するイージス護衛艦8隻と同様にスパイ1レーダーを中核とするイージスシステムを採用している。興味深いのは、オーストラリア海軍は、ホバート級にイージスシステムを搭載して運用するにあたって、スペイン海軍のアルバロデバサン級をベースとした国内建造の同艦への統合について、すでに同システムの運用実績を持つ海上自衛隊にアドバイスを得たと言われている点だ。海上自衛隊の既存のイージス護衛艦8隻は、すべてアメリカ海軍の主力艦であるアーレイバーク級イージス艦をベースに船体、イージスシステムともに踏襲していることもあり、そのノウハウの教えを請うた形とされる。ホバート級は主兵装としてアメリカ製の62口径 127mm 単装砲であるマーク45を1機、マーク 41VLS 垂直発射艦を48セル、ハープーン艦対艦ミサイルの4連装発射筒2機等を装備する仕様であり、やはりイージスシステム搭載艦よりははるかに軽武装ではある。それでも今回の防衛白書に記載されたイージスシステム搭載艦との類似性が指摘された原因としては、両艦がイージスシステム用のレーダーを艦橋の最上部に設置する配置に見えることが
その理由であろう。オーストラリア海軍では、ホバート級は、満載排水量6350トンで、駆逐艦に分類されているが、ベースとなったスペイン海軍のアルバロデ・バサン級が同5802トンは、イエフリゲートに数えられており、このあたりの線引きは、国によると言える。ちなみに、日本で、イージスシステム搭載艦の建造化決定した後、2022年8月に、防衛予算の概算要求に合わせて、その使用が公表された時点では、基準排水量で2万トン級、全長は 210.0 メートル、全幅は 40.0 メートルという数値が示された。海上自衛隊のイージス護衛艦の中で、最新鋭のマヤ型の場合でも、オリジナルであるアーレイバーク級よりも大型化してはいるが、その使用は、基準排水量は8200トン、全長は 170.0 メートル、全幅は 21.0 メートルに過ぎない。ここから、イージスシステム搭載艦は、そのあまりに現実離れした規模に批判が殺到したが、その後浜屋型に準じる規模艦に縮小することが発表され、ある意味地に足のついた艦艇として建造される方向へ舵を切ったと思われる。それでも、マヤ型が、オモ兵としては、マーク 41VLS、垂直発射艦、96セル搭載していることに比して、イージスシステム搭載艦は、同128セルを搭載すると言われており、どのような配置でこれを実現させるのかも、注視されている。